マンチェスターシティさん、行く。エブライネは今季不調すぎてしてやばいな。ブトウォーカーの劣化がひどい。バーランドの使い方難しいな。ほとんどボールタッチしてないだろ。ほんまペップの奇策はあかんわ。選手もかわいそう。俺ユナイテッド優勝あるな。アセナル負けたのに仲いいな。スパーズマジでシティに強いの笑う。ペップはこれでどうやって勝とうと思ったんだ。とは直接対決次第やな。まだ2戦も残してるという楽しみ。俺シティ痛すぎるやろ。今シーズンはとことんアーセナルに運が向いてるわ。結局マンチェスターダービーの誤信が全てやったな。あれでアーセナルの優勝を確信したわ。全てがアーセナルに味方してる。シティってウィング重宝する割には突破力あるやつおらんよな。レロイサネくらいやろ飛び抜けてたの。ここ数年大暴れしてたシティリバポが苦戦してるのも面白い。まあ今年のリバポとシティを並べるのは失礼やが。ネルソン・ロイヤルの年一の核戦に当たったのがシティは運悪かったな。これが毎回できるなら右ウィングバックがチャイランのやけども。次からはまたエメルソン・オーリエに戻るんやろな。バーズこの勢いで優勝争いしてくれたらおもろいのに。アナルとカスパのお笑いダービーが一番好きや。ロスのないチームにハーランドいても意味ないよな。また今日はケインがあまりに一人で何でもこなしてたから、ハーランドと対比国やな。アセナルが負けてもすかさずノーロンの絆でスパーズ勝利。